自分は問題解決できないんじゃないかと思われるってことが気になるみたいな、うん、ってことは なんですかね。不要な同情するのは不要なって言っちゃったもん。失礼みたいなことを書いてありました、ね、ああそうだ、大丈夫、なんか女性同士はすぐに大丈夫とか気にかけてるよっていうことで好意を表すと、はい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 、でも男性にそれをすると無能な人と見なされたと勘違いしちゃう。あ、その無能っていうのは能力ですもんね。そうですね。あ、女性ってそうじゃないのかな。例えば女性が一生懸命やってることがあって、うん、ちょっとそれ人に聞いた方がいいんじゃないって言われたら頭来ない。来ますね。来ます。確かにちょっとカチンときますね。来ますよね、うん、なんか他の仕事でも例えば自分の仕事があってなんかやってあげるよって言われても、まあ、嬉しいとは素直に思えないですよ。自分が自分のやり方でやりたいと思ってたりすると、そう、ね、ここに付箋があった方がいいんじゃないとか言われるとさ、うん、いや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 、それ私のやり方でしょみたいなさ、で思うのが、まあまあ僕自身もそのプレジデントとかいうあの、雑誌に男女の違いって書いちゃってるんですよね。おーかっこいいですね。うん、だからその時はジョン・グレーのようなこと言ってる可能性ありますよね。昔のことですね。いやここ数年の話ですけど、ジョン・グレーさんをプレジデントに書いてましたね。あ、やっぱ書いてた、はい、書いてました。あ、そうね、男女関係で受けるんだよね。部下が理解できないとかさ、あ、そういう本いっぱいありますね。うん、でまあまあとにかくそれで思うのが、まあ、たとえそのジョン・グレイさんの言ってることや僕の言ってることが、うん、その生物学的な違いの本質じゃないとしても、うん、人は、相手に下手に同情すると、ムカつくもんだって分かっていれば、うん、たとえそれが違ったとしても、つまり誰の違いじゃなかったとしても機能しそうですよね。そうですね、うん、難しいね。必要な同情とそうじゃない同情がありそうで、なんかその差が、ね、その差がなんか難しいです、ね、不必要な同情って言われたらそれはどうやって定義するのって聞きたくなっちゃうね、うんうん、本に書いてあった、まあ、同情というか、例えば男性が道に迷っドライブ中に道に迷って、うん、時に人に聞いた方がいいんじゃないとか、はいはいはい、カーナビつけよっかとかだと、それ書いてあった。ダメ。ああ、今話が書いたのはジョン・グレイさんのバグじゃない。自分では気づかなかった。まあまあまあ、そうか。それでカーナビ、なるほど。カーナビは書いてなかったかもしれないですね。まあでも人に道を聞けっていうのは男性にとってカチンとくると。くると。女性はどう？どっかのお店に行くとき迷ってて、私が連れて行く、最後さんが連れて行こうとするわけですよ。うん、迷ってて。それ人に聞いたらって言ったらカチンとくる。このやつ聞いてこようかとか、もしくはそこで横で地図を広げてこっちじゃないとか、何もしないで突っ立ってるだけだとちょっと一緒に見つけてよって思いますね。なんかその人が何もしないででも人に聞いたらって言ったらちょっとなんか冷たくないですか。その人が連れてってくれるんだったら嬉しいけど、聞いてみる、あ、でも言い方かな、言い方、うん、聞きなよとか、カーナビつけなよとか、カーナビじゃなくてもね、Google マップ見ろよとか言われたらちょっと嫌じゃないですか。いや、例えば親切に Google マップ見たらって言われたら親切に言われる。親切に言われたら、例えば彼女とかに言われたらカチンときたりするもんね。いやいや、Google マップ見なくても分かるよって言っちゃいそう。なんか、なんかそれが全く思いつかないことだったら、ああありがとうってなるかもしれないんですけど、そのぐらい自分でも思いつくことだと、それでも分かんないのにって逆に。それが見えてきた。思ったのが、うん、男女関係において、これ社会的なものかもしれないし、なんかなんだろう、西洋から来た習慣とかいろんなものがあるかもしれないけど、うん、男性はこういう役を果たすものだと思ってるわけですよ、男性はね。女性を引っ張っていく。例えばそうですよ。で、女性は、まあ、わかんないよ。ある文化では男性についていくとか、任せるとか、その代わりそのなんかいろんなことをフォローするみたいに思ってるとするじゃないですか。その時に、まあ男性はそういうふうにこう自分を気負ってるわけですよ。俺が女性を引っ張り、今日のデートは楽しませるんだ、女性を。と思ってる時に、なかなかこう、目標の場所が見つからず、女性が、ちょっと人に聞いてみたらって言ったら、あ、ちゃちゃ、俺は男性らしくないと思っちゃうかもね。そうですね。
そうですね、うん、あの分かりました今、うんうん、そういうことかもしれない、ね、それを女性に言うっていうことは逆にあなたはそんなに大事じゃないから俺が導かなくてもいいでしょうみたいな案に言ってる可能性がありますね。大事じゃない、いや違う違う、あなたは能力がないから男としての役割を果たせない。あ、そうですね、あの男性があの女性に優しくグーグルマップを見たらっていうのは男性女性ね、お前を引っ張っていかないよって宣言してることになりませんか。俺はお前を導かないよっていう、男性が女性に守ってあげないよ、グーグルマップで見たらってどういう状況ですね。デートしてるするじゃん、ね、デートしてますと、うん、僕がカビツリさんデートしてますと、はい、いや今聞いてる人にも分かるように説明したんですけど、はい、それで、僕が道に迷ってるってこと、私が道に迷ってる、うん、カビツリさんは道に迷ってる、で博士は親切にGoogle マップを見たらと私に伝える、うん、伝えると、そうすると私はそれは嬉しくないのはなぜか、嬉しくないの、優しく言われてもやっぱりなんか導いてほしいって思っちゃうので、ああ、うん、そういうことか、うん、あなたが主体性を持ってあれを導いてけって言われてる、案に言われてるような気がして、なるほど、うん、だから守られたいって、じゃああなたがグッドリさん、あなたが地図を見てあなたが導くべきだと思っていると、思ってる男性が、そういうのを持っている女性のカミツリさんは、はい、男性に対してちょっと引くというか冷めるというか、うん、がっかりするというか冷たいなと思っちゃう、あ、そういうことかもね、うん、というのもなんかあの人ってすぐに立場でキャラが変わるんですよねうん、だから中間管理職とかになると、うん、急に中間管理職っぽいこと言い始めるんですよね。わかります、わかります、管理職とあのあれ脱獄じゃないや、なんか ローに入ってるその立場のゲームってありますね。スタンフォード監獄実験ってやつ、うん、スタンフォード大学かなんかやった、うん、知ってます、知らないです。スタンフォード大学で、ある今もなんか生きてていろんなことをしてるあの心理学の教授がいて、うん、その人が、学生たちを集め、うん、あるグループは監修の役をさせようとしたと、うん、で監修の服を着せるんですよ学生ね、うん、一方、もう一方 その囚人たちっていうのを作って、うん、その囚人たちは囚人の服を着せて、しかもわざと、家でパトカーかなんかでこう捕まえて手錠をはめて連れていくんですよ。そうそう、でも囚人って言った瞬間、今博士の着ている服が囚人、あ、確かに囚人横島の囚人ですよ、そうそう、でその、何日か目から急にその監守が、囚人に対してこう虐待を始めたりとかする。で何日か目でその実験ちょっと何だろう、問題があると思って、囚人の役の人が精神的なストレスを抱えちゃって、うん、途中で中止になったんですよ。すごい、有名な実験 でその後ずっとそれが10年とか20年ぐらいあって、イラクかどっかで、なんかブッシュ大統領の頃に、なんかアブナンチャラ収容所ですごい虐待があったんですよね、うん、あの収容されてる人に対して、うん、その時に、アメリカ政府はその、虐待した人たちを罰したんですよね、うんうん、でもそれは違うと、監獄実験によれば、うん、それはそういう仕組みを操作したわけで、うん、その仕組みを作った国の問題があるんじゃないかっていう、あ、分かりますよ、はい、うん、だから、つまり男女っていうのはそんな違わないんだけれども、うん、男性とか女性っていう役割を与えた時に、うん、そういうキャラになっちゃうのかなとか思ったんですけど、はい、どうでもいいか、いや、そんな気がします、なんかそんな気がします、うん、まあ、それも大きく影響を与えてると思うんですよ ね、うん、そうですね、で何かの方にこれはよく僕が言ってるんだけど、最近も読んだ本で、もう、マクドナルドとかでも、うん、なんか男の子用のおもちゃとか女の子用のおもちゃがあり、はい、車でこうドライブスルーしようとすると、男の子ですか女の子ですかって聞かれたってその方に書いてあったんですよね、うんうん、ってことはもうみんな分けてこう扱ってるんですよ、男性と女性で、うん、そうですね、そうで生まれる前からも性別を聞き、男の子だったらこういうおもちゃを与えるとか全部決めちゃってると、うん、そういうふうな社会的なものはこういうものを作っててるんじゃないかと、うん、でもそれ続いてるってことはうまく機能してるシステムだからですよね、そうかもね、うん、そうかも、でもそういうふうに考えると一個人に対してあまり悪く思うことがもうなくなりましたね今、はい、それで言うとなんかこれもよく言ってることだけど、放送大学で、うん、自由っていうのを扱ってたんですよね、うん、自由っていうのは
まあ、今から自由ってどういう意味ですかと聞くとなんかあれだから聞かないけど、うん、あの法律的には自由っていうのは責任といつも対なんですよ、うん、例えば人を殺した時にあなたの自由な意思でやったとしたらそれは罪の重い、うん、でも例えばなんだろうな、誰かに後ろを押されて、うん、その結果その電車で前の人を押して、うん、その人が、引かれたとしたら、うん、電車に引かれたとしたらこれ意思と関係ないんで無罪になる、うん、言ってるのわかります、はいはい、で、一方で科学においては人間の自由意志ってほとんどなくなっちゃうんですよね。なぜかというと遺伝学者たちは遺伝子が原因っていうわけですよ、うん、暴力的な行為も遺伝子が原因、うん、でさっき言った環境実験とかやってる人たちは環境が原因っていうんですよ、うんあとなんだろうな、まあ、兄弟の順番が原因とか、うん、いろんなことを言うわけです。そうすると結局自由意志なんかないんですよね。遺伝的遺伝子と環境が全部決めてて、うん、うちらはそれを傍観してるに過ぎないっていうか、うん、だから本当罪はなくなっちゃう。この矛盾を抱えたまま、うん、でも誰かを罰しないといけないんで、うん、誰かに自由意志でやったことに差して法律では、うん、とかなんかそういうの放送であるとか、あ面白い、まあ、それはさておき、はいはい、何の話っていうじゃあ男女のストレス発散法の違いに行きます、うん、男性はストレスがたまると自分の心 の, 穴, の穴に引きこもり、うん、問題解決に全神経を集中する、うん、そのため他のことは一時的に全て忘れてしまう。このような時他人にはよそよそしい態度になり話の受け答えも上の空になる。そしてしばしそのことを忘れるために新聞を読んだりテレビを見たりスポーツしたりスポーツ観戦をしたり運転したりする。そうすることで次第に問題を忘れ心と頭を解放する手助けとなる、うん、女性はストレスがたまると自分の感情について話したくなる。愚痴を言い同情されることで救われた気持ちになる、うん、女性は何か問題があればそれを声に出しながら考え自分の話に興味を示してくれた人、聞き手と共に考えていく、うん、聞き手に話す過程を通して自分が何を言いたいのかを発見するのである、うん、なるほど、うん、これは共感できるな、うん、なんかありました？ゴーンガールって読みました？見てないです。見たいなと思ってたんですけど、うん、ゴーンガールを撮った人ってデビッド・フィンチャーっていう監督なんですけど、うん、ゴーンガールはなんか結婚5年目の夫婦の話なんですよね。ゴーンガール、ゴーンっていうのは去っていったみたいな、消えちゃった女性みたいな。映画ですか？映画、デビッド・フィンチャーっていうそのファイトクラブっていう映画を撮ったりとか、うん、セブンっていう映画を撮ったりしたセブンしてます。ハウス・オブ・カードっていう海外ドラマも、うん、それでしたね、はい、なんか聞いたことあるなと思って。ゴーンガールっていうのは多分ね、あのデビッド・フィンチャーはジョン・グレイとか男女関係に詳しいんじゃないかなと思っていて、うん、映画のストーリーはちょっと言うと結婚5年目の夫婦がいて、うん、で誕生日に妻がいなくなっちゃうんですよ。消えちゃうんですよ。そして創作願いを出すところから始まるんだけど、なんかね、そこから話がこう前後したりしていろんな物語があるんだけど、要は夫婦がうまくいかなくなっちゃう話なんですよね。で、その女の子の方は、女性の方は、絶対に私たちは完璧なカップルになるって宣言するというか、うん、そうで完璧なカップルになろうとしてるのにどんどん壊れていくって話なんですよね、夫婦関係が。でその時に男性が映画の中でね、失業してしまって、ずっとゲームをしてるんですよ、ぼんやりと。でそれに対して、その奥さんが、うん、あんた失業してならばゲームばっかりしてないで仕事探しなさいよみたいなこと言うんですよ。アドバイスする。しかもそれはここに書いてある、男性はその自分の穴に心の穴に引きこもり、まあ、問題解全神経を集中するとかいうところで他人にはそろそろしい態度になり受け答えも上の空になる。で新聞読んだりテレビ見たりとか多分このゲームをしたりも入ってると思うんだけど、そしてそうすることで次第に問題をする心と頭を解放すると。で一方でそのゴーンガールに出てくる女性はすごい話そうとするんですよ、うんうんうん、でそこから逃げたりするんですよ。だからですよくできてて、うまいね。まあだからゴーンガールを見るとジョン・グレイを知った後ゴンガールを見るとすごい面白い。ああ、わかります。それそれみたいな感じなんですかね。そうそうなんですよね。だから、うん、これでもジョン・グレイはアメリカの人じゃないですか、はい、まあ、日本も僕もこのストレス発散法の違いに関しては、うん、なんかそう
そうなんだろうなと思っちゃうんですよね。そんな差はないですよね、日本とか国によって。そうかも、うん、ただ分かんないのが、それで言うと分かんないのが、うん、日本ってもう完全にその西洋社会の影響を受けてるじゃないですか。そうですね、アジアといっても。そうそう、アメリカの人たち、だからイスラム国家はどうなんだとかね、うん、あの人たちは本当に女の子たちはよく喋るのかとか、うーん、ちょっと聞いてみたいですね、うん。でもこの男性のストレス発散方法、ちょっと私も当てはまります。あ、上杉さん当てはまります？話すことよりもこう閉じこもっちゃうっていうか、うんうん、結構内向的なところがあるんで、うん、ちょっと当てはまるところがありますね。やっぱり男女の違いじゃないかもね、うん、なんかこう仕事でストレスなくても大変だったら帰ってきて、うん、ただ見てないけど見てるテレビみたいな、はい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 、はい、つけてあるみたいな、うん、でそこで30分ぐらい経ってからやっと、うん、それ話しかけられたりするとちょっと黙ってるよみたいな。そうですね、なんか、うん、そっとしておいてほしいんですね、うん、じゃあそのストレスが溜まったと家に帰って、うん、いや今日会社にすごい嫌なことがあってさみたいなことじゃないんだ。じゃないですね、ちょっと一息つきたいっていうか。あ、そこから自分を切り離したいって感じですよね。それをだからストレスを発散方が、うん、他人に愚痴とかいろんなことを言って発散できるのか、うん、私もあまり他人に言えないタイプなんで、うん、あの言えない言わない言わないですね。言わない、あまり SNS には書き込んでますけど、うん、あの実際に自分の周りの人には全然言わないんで、でも、父と二人暮らしなんですけど、父もそういう話に一切しませんし、うん、でもそれは父と信頼関係できてないからじゃん。うん、それもあるかもしれないですけど、うん、姉ともあんまりこういうなんか自分の内面のこととか話したことないですね。愚痴を言う相手はいない？ないですね。さやこさんも愚痴はすごく言うんですけど、言うんだ。もともと、いや一人が無駄なんです、誰かに言うんですけど、でも最近ちょっと変わってきて、でもさっきの話につながるんですけど、うん、誰か人間に対して、でもその人間がそうというよりも、まあ、そういう関係だったらその人そういうことするよねっていうのが理解できるから、うん、その一個人に対して何か思うことが少なくなってくる。ストレスがないってこと？いや、ストレス、でもストレスはあるので、うん、で言ったことによって自分がその言葉の影響でマイナスになるような気もするから。言葉の影響ってスピリチュアルの意味でってこと？そうですね、なんかマイナスのその愚痴を言ってると、その悪い影響が自分に返ってきちゃいそうで、あんまり言わなくなって言わなくなった。もともとは言う人だった。もともとはすごいいつも怒り浸透中、話を聞いてみたいな友達にお呼びつけるみたいな。じゃあ最近一人でぼんやりすることを覚えたってことですか？そうです。50年かもしれないけど。あ、そうですね、うん、うん。ちょっとカフェで一つコーヒー飲んで、ふぅ、それで破産されるんだ。割とそうですね。あ、そうか。博士はどうですか？僕か。ストレスがたまると僕は分析しちゃうんですよね。おー、それで発散されるのかな、チャンスみたいな。このストレスの原因は何だろうみたいな。なぜ僕はこういう考えをしているんだろう、なんで僕は何に腹が立ってるんだろうか、腹が立つっていうメカニズムは何だろうみたいな。すごい科学者ですよね。すごい、すごい、そこまでいくといいかもしれない。私もでもなんか悩んでる自分の、なんでここまで悲しいのかなとか考えますね。分析までいかないと思うんですけど、うんうん、そうか。でもどうなんだろう、やっぱ男女の違いじゃないのかな。多分今かあの、なんだっけ、あのミコリさんあたりが、うんうん、いやその違うわよと思ってるかもしれないけど、うん、外向的タイプと内向的タイプの違いのような気がするんですよね。人と一緒にいると癒されると、確かに、博士の目が輝いて、うん、見えた見えた、うん、そういうこと見えたかも、うん、見えたって時が一番危ないんだけど、うん、そうそう、あの確かに外向的な人は人にいっぱい話して、そうそうそう、人と一緒にいると癒されるんですけど、うん、内向的な人は一旦自分の世界にこもって本読んだりとか、ちょっと安全な場所に作って、そうそう、そこで安心する、そんな感じです。あ、なるほど、そうかもしれない。そうかもね。女性はもともとそういう外向的なタイプが多かったじゃないですか。でも男性はよく一人でトイレに行くけど、女性はなんか連れ立って行くってあるじゃん、うん、あれはそう、うん、ありそうですね。高校生ぐらいの時連れションしてましたね。それって男女の違いじゃないの？
男女の違いかもしれないです、うんうん、なんか血液型に似と似てる気がするな。あとあの男性のみたいな感じですかね。女性のみたいな。じゃあ僕も女性の持ってるみたいな話になってくるってこと。そうするとも血液型と一緒ですね。そうですね。なんかこの男と女なのか。オカルト、そう、オカルト。でも博士って割と外向的と内向的に分けると内向的タイプですよね。僕、うん、そうかもね、うん、だからあとなんか人と話して得する感じはしないんだよね。なんかしてやっちゃうからですか。いや飲み会してても時間もったいないと思っちゃう、うん、その時間を自分の研究に当てたいって思う。研究って本の方がよっぽどあの、うん、なんだろう、いろんなもの入ってるし、なんだろう、それでだって飲み会1回やったら 3,4 千円かかるじゃない、安くても、うん、7,8 千円かかったりするじゃん、うん、二次会とか行っちゃうともったいないよね、うん、そうね、うん、あとお酒が好きじゃないのも影響してるかもしれない。あ、それは大きいかもしれないですね。お酒を飲むことによってなんか心が開放的になって人と話して、あの外交的なタイプの人が喜ぶことばっかりじゃないですか。そうね、外交、うん、的なタイプはやっぱ一人で酒飲んでそうだよね、うん、そういう考えると、うん、やばいぞ、ジョングレイ。じゃあちょっと続きをいきます。はい、男性がじっと黙っているとき女性は最悪のケースを想像する、うん、女性が沈黙するときは相手を強烈に傷つける言葉を我慢しているか、愛想を尽かして二度と口を聞きたくないのかのどちらかだからだ、うん、だからもし男性が女性の話を聞いているのであれば相槌を打ち、聞いている際を送り安心させてあげよう。うん、考え中で沈黙している場合も考え中って言っておこう。こうすることでされ、うん、さらに質問攻めにされるのを避けられる。うん、男性はじっと黙っている時でもさ、また、はい、女性がじっと黙っている時、男性は最悪のケースを想像するともいい気もするよね。想像しますか。女性がずっと黙ってるでしょ。いや、怒ってるわけ。怖いよね。うちの妻が黙ってるって怖いもん。よく喋るんですか、普段は。喋るから、うんうん、あ、いや、あんまりその話だけどな、うんうん、そうか、うん、でもなんかその10年以上前に、15年前かわかんないけど、そのジョン・グレイを見た時は、うん、完全にその通りだと思ったんだよね、うん、私もそう思いましたね。全てを置いて、でもこれはその新たにもう一回読んでみると、うん、なんだろう、結構好きがありますね、テストみたいな、うんうん、まあ、まあいいや、それで女性愛想というのは、そうか、ここで終わってるんだな、うん、でもなんか、そうそうね、でもその女性は今考え中とか、男性がか、これ男性、どっちだもん、あ、男性が注目してると今考え中なんだよって言っておけばいいんだな、と女性は最悪のことを想像すると、うん、でもこれ分かる気がしますよね、みんなの恋愛相談読んでいても、うん、一人相撲しているあ、そうか、一人相撲してる、あるね、うん、でも男性も一人相撲してるんだよな、うーん、なんか、女の子から連絡がないと、うん、あれ僕のこと嫌いになったんだろうかみたいな、うん、あ、じゃあ男女じゃないのかな。でもなんか女性が黙ってる時って怒ってる時じゃないですか。怒ってるよね、うん、これ男性の沈黙と違うかも。そうです、ね、あ、ちょっと待って、あ、どうぞ出てもいいですか。大丈夫です、仕事ちょっと待って、でも女性が黙ってる時は怒っているでもいいんだよね。だって正しい、男性がずっと黙ってる時、女性は最悪のケースを想像するっていうのは、自分が黙ってる時は本当は怒ってる時だからってことでしょ。そうだよね。でも男性が黙ってる時は別に怒ってないっていうことなんでしょ。うん、ああ、そうね。男性が黙って、でもその前、ずっと前に読んだ、夫婦喧嘩はなぜで男は黙るのかにおいては、男性はなんかこう、なんだろう、黙ってる時は、これ以上攻撃したら怒るぞみたいな。こと書いてあるって言いましたよね。あ、書いてありますね。ね。じゃ怒る前のサインなんですね。うん、そうすると何だろう、これは男性が黙ってる時は夫婦喧嘩において、うん、男は黙ったりするじゃん。はい。それも怒りをこなんと押し込んでる時。うん。あ、分かった。混乱してきた。うん。分かった。それは喧嘩で黙ったら確かに怒ってると思うんですけど、うん、じゃなくて、ただストレスを発する。ストレスを抱えている最中だから黙っている、うん、
女性が黙ってる時は、女性が黙ってる時は、絶対に怒ってるっていうような意味になるんですか。女性も私黙ってても怒ってない時ありますもん。怒ってないですよ、大丈夫です、ね、ストレスだけ。裏返すとそうじゃないってことね、うんうんうん、でもあの怒ってて口聞かない時は何か言っても絶対口聞いてやるもんかと思ってますよね。怒ってて口を聞かない、そういうことないですか。あるよ、それは、うん、夫婦喧嘩、夫婦の終わりが近づいてる時だよね、うん、なんか親子喧嘩でもこうだけど、うん、なんか本当に怒ってる時はもう分かってても口で聞きたくないからもう無視しますよね、うんうん、だからやっぱり黙ってるっていうのはあんまり人間関係において良くないことだから、なぜ黙ってるかっていう、その仲良くやりたいんだったら考え中ってこう言っておくっていうのが大事だっていうのはすごく分かります。要はお父さんとかが、うん、俺今お腹減ったから冷蔵庫のビール出そうかなとか一人言言うじゃん。 あれいいんだね。いいじゃないですか。全部喋ってるみたいな。うん、うん、そうね、なんか一人言言う人の方が好かれたりしますよね。うん、何考えてるか分かるから。そうね、コミュニケーションって何考えてるか分かるって重要だよな。うん、うん、確かに腹の内を明かしてくれる人はなんか仲良くなりやすいというか、うん、まあそこをさらに掘り下げることもできるけどやめておこう、うん、時間が、うんうん、はい、はい、こんなに違う男と女の採点方法、うん、女性は男性の採点をするとき贈り物の大小に関わらず一つのことは一点と評価する。贈り物の大小に関わらず、なるほど。しかし男性は小さなことをしてあげれば1点、大きなことなら30点と勝手に計算する。これはどうですか。してもらうときに関しては、うん、1点ずつなんですけど、うん、例えば自分が男女じゃないですけど両親に何かをするときって、うんうん、大きな贈り物をしたら私10点って計算してる、ね、確かにそれはありそうだね。海外旅行とかを親にプレゼントした時には30点にしそうだよね。しますね。しますね。おいおい、ジャンプレー。100円ショップのものをもらうのと、うん、やっぱなんかダイヤの指輪もらうの全然違いますからね。いや例えばじゃあダイヤの指輪。それはね、一緒なんですよ。一緒ですか。もらうときはね。もらうときは一緒。1点全部。あげるとき。自分がしてあげるときは、点数の大小がそう。生まれる。そうか。いやでも僕は例えば誰かからパソコンをプレゼントしてもらったっていうと、100円ショップでチョコをもらったとかだとパソコン30点かな。そうですよね。あ、チョコ1点もしくは 0.5 点、うん、そしたら金額の割合で言ったらチョコの方がお得ですね。あ、ごめん、0.05 にして0.05 点にして。面白い。30点ぐらいの方にチョコあげたら、やばいやばいやばい。同じ効果が得られることになっちゃうから。違うね。あ、でもまあ確かにな。それは、チョコの得かも。ですよね。うん。あ、いや、本当にその、うん。職場の人間関係とかにおいても。つまり、値段とそのちゃんと比例するわけじゃないかも。だからいつもチョコくれる人みたいな感じで、なんかいい人に思われる、うん、安上がりがあるかもしれません。でもここに例えば生物学的な説明として、うん、女性はいつもケアされていたいんだと、あ、だから何だろう、いつも見ていってることの証明としていつも何かをもらうってことに対しては嬉しいと、うん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 、博士のね、なんかその労力を評価してるじゃないですか、これ一点っていう、一回してあげることの努力、うん、いや僕が言いたいのは、もっともらしい理由をつけるとそれっぽく聞こえるけど本当とは限らないって言いたい。ああ、そっち。わかりますか、言っては。だからこれまでにつだって男は問題解決をしなくちゃいけない。なぜかというと狩猟民族でなんか遠くまで獲物を取りに行くので、その時には別に会話するのではなくむしろ静かにした方がいいとか、なんか理由つけるじゃん、うん、それ後付けだろって思ったりするっていうか、うん、だからそれでも読んでる人は
あ、だから人間は、男性は30点と思っちゃうんだなとか思いそうじゃん。うん、思いますね。そう、それが言いたかった。うん。